笑ってはいけないブロリーブロリーで千本桜。知ってます皆さん、千本桜って。この千本桜って曲僕最近知ったんですけど、めっちゃヤバいっすわ。半端なくパナイス。この曲はもうなんと言ってもね、かっこいいですね。いやこの曲めっちゃいいんで、ぜひ皆さん聴いてみてください。カカロットの息子。想像の3倍のスピードだった。まあこういう系で来るとは思ってたけど、こんな早くブワーって動くとは思わんかったわ。なんてことを言うんじゃ。ごめん、こいつが誰かわからんけど、なんかおもろかったな。サビのところがおもろいより普通にすごすぎて、これめっちゃすごいっすね。いやめっちゃすごいっすわこれ。もしね、千本桜知らないって人がいたらちょっと申し訳ないんですけど、めっちゃめちゃクオリティ高いですこれ。千本桜めっちゃいい曲ですからね。あの僕も最近知ったんですけど、いやこの曲は本当にかっこいいね。うん、嘘です。すみません、嘘つきました。千本桜最近知ったとか言ってましたけど嘘です、ごめんなさい。すいません、余裕で小学生くらいの時から知ってました。なんか逆に千本桜最近知ったっていうよくわからん生きり方をしてしまいました。 3, 2, 1, YO! サンディエゴ OK! さあ気を取り直していきましょう。ポコピーの現在、なんだこれ、タコピーの現在のパロディでしょうけど、うわ、わかんないピー、どうなんでしょうか。ちょっとなんとなくは分かってましたけどね。でもやっぱね、この顔面でハム太郎ボイスはきついよ。なんでタコピーハム太郎の声なんだよ。思ってた声と違ったわ。静香ちゃん、喧嘩したの友達と。仲直りお手伝いするんだピー。先祖だ、食え。ブロリー、静香ちゃん、勇気を出さなきゃ。じゃあ行こうぞ。エグすぎ、ポコピーのセンズエグ、すごい音で破裂したべ。そんなことあります？本当にあったブロイ心霊写真ランキング。ブロイ心霊写真ですよ。怖いでもなく、グロイでもなく、ブロイですから。まだ僕ブロイっていう感情を感じたことないので、この動画でブロイが分かればいいなと思います。スタート。49位、プールサイドで。怖そうだよ。プールで撮影された親子の写真。後ろの浮き輪の中に恐ろしい顔が浮かび上がった。これはどなた？これはどなたかな？このプールで溺れ死んだカールの霊。カールやこいつ。48位、少女の。いろいろひどいな。少女のパキューンがやめてほしいわ。なんかちょっといやらしいもの想像しちゃうよね。少女のパキューン、ほんで全然少女じゃなくてナメク星人出てきたんだけど、絶対少女ちゃうやろお前。48位、少女の。急にやめてほしい。部屋で撮影した少女の写真。少女じゃないよ。右腕がしっぽりと消えている。47位、少女の。少女のパキューンシリーズやめてほしいな。47位、少女の。リビングで撮った何気ない写真。少女の額から不思議な白いもやが飛び出している。いや、マフーバで封じ込められようとしてる時や。46位、ゴルフ場で。ゴルフ場、ゴルフ。男性の腰に小さな手が。これは違う、それどころちゃうやろ。ナメック星人が寝とるんよさっきから。写真の枠に収まりきってないしね。
45位学園祭で学園祭大学の学園祭で撮影された集合写真16人のはずが17人写っている。本当だ。この顔は運動会の思い出を最後に亡くなってしまった子供のそんなわけない。この顔が運動会の思い出を最後に亡くなった顔なわけがない。もっとなんかおぞましい何かの後に亡くなった例。バーラガス。43位学校の階段で学校の階段顔に撮った何気ない写真一番後ろの女の子の顔だけが真っ黒になってしまった。これはパラガスや。普通にパラガスにビビった。うざ、やめてほしいな。パラガス。42位お墓が、お墓が、お墓参りで撮った2枚の写真、うん、1枚目に異常はないが問題なのは2枚目。めちゃめちゃキュイやん。でお墓で撮ったらキュイ出てくる。お墓といえばお墓参り、お墓参りといえば夏、夏といえば花火、花火といえば汚い花火、汚い花火といえばキュイ。そういうことか。40位運動会、運動会、幼稚園の運動会で子供を撮った写真、左膝が老人のようなシワに覆われ最長老様や、めっちゃ最長老様や。いやでも最長老様いい人やったからな、そんな悪い影響ないと思いますけど。36位首に、怖そう。ペットの猫と撮影した写真、ブロリー、飼い主の首に不気味な顔が浮かび上がっている。ブロリー、猿の霊魂が体に入り込み、猿か、サイヤ人月見たら大猿になるから、猿の霊魂と言われれば猿の霊魂かもしれないですね。これブロリー、あーでもなんかなんとなく分かってきました、ブロイっていう感情が。32位地面から、地面から、屋外で行われた車のイベントでの一枚、地面から腕が飛び出している。これは冬、地面っていうか崖やんけ。28位バスの中で、バスの中、移動中のバスの車内で撮った一枚、窓の外に恐ろしい顔が浮かび上がっている。え、ブロリーだ、ブロリーが浮かび上がっている。これはブロイですね。いやまさしく霊が新しく生まれようとしてる瞬間ですよこれ。レストインピースパラガスやで。27位キャンプ場で、キャンプ場、キャンプ場で撮った集合写真、どこ、右端の人物が全身真っ黒の恐ろしい姿、パラガスや。なんで真っ黒いやつ全部パラガスな。泳いでいる少女が、泳いでる少女、プールで、あキモい。23位子供の体が、子供の体、とあるテーマパークで撮った写真、真ん中の子供の下半身が完全に消えている。これは焼けてない、顔見え、モノチン見えとる、モノチン見えとるよ。いやまさか島次郎出てくるとは思わんかった。一番隠さないといけないとこもろ見えしてるけど。22位母親の体が、あ怖い、首、あ怖いわ、普通になんか全部怖いわ。18位小さいテレビに、小さいテレビ、部屋で撮影された何気ない一枚、背後のテレビに怪しい微笑みを浮かべた女性の顔が浮かび上がって、いやブロリー、しかしこれは心霊写真ではない、実際にテレビ画面に映っていた映像である。ただのドラゴンボール見てるだけだった、シンプルにドラゴンボール見てるだけやんけそれ。ドラゴンボール見てるだけの写真をランキングに出すな。16位マカオで、マカオで、旅行先のマカオで撮った写真、足元には誰のものでもない謎の足、いや足どころじゃないって、全身くっきりブロってるよ、これブロいですね。日本に連れて帰ってしまう恐れもあるという。終わるやん日本。父の顔に、父の顔に、うわキモー、キモいな。男性の周りで虫に関係した異変が起こっていることを霊が知らせているのだという。いやナメック星人や、お墓や仏壇が虫に食われている可能性がある。いやナメック星人に破壊されとるんや。スナックで、いやナメック、ナメックすぎる。5位古い旅館、あ古い旅館、男性の体に白い人影が覆いかぶさっている。あらか、これはこの男性の知人の霊魂、いや父親た直後、最後の挨拶に訪れた決定的瞬間だ。殺したのこいつなんよ。学校の廊下で、学校の廊下、この写真は小学校5年生の時、みんなで放課後居残りをして帰る時に撮った写真です。本当に7人だけだったんです。怖いって、鑑定をよろしくお願いします。やめて、こちらがその写真、どこに霊がいるのかわかりますか。全部全部こんな全部、写真の一番下に、一番下に小さい顔の女の子がバカでかいんだけど、そのまま放置されると悪霊になってしまうという。もう悪霊だよ。2位滝の前で、あー怖いやつよ。あー旅行先で撮られた写真、男性の首がない。やられたか。心霊写真恐怖順位、最も恐ろしい写真第1位来ましたよ。第1位
夏の海で、うん、私の娘が 5,6 歳の時の写真です。今後何か起きるのではないかととても気持ちが悪いので鑑定してください。はい。どこに霊がいるのか分かりますか？大分かり。真ん中の少女に注目。背後に首も足もない霊体が覆いかぶさっている。首も足も見えんけどバカでっかい乳が映っとる。変わらず分厚いジャンパーめっちゃ半裸。 3,2,1 よ、股関節 OK。 ということで本当にあったブロい心霊写真でした。いやこれなかなかブロかったですね。まあでもなんとなくブロいっていう感じを分かったので良かったです。この動画がブロければ高評価チャンネル登録コメントお願いします。それではまた次回のブロリーでお会いしましょう。さよなら。さて来週のザワエさんは、俺は洞窟生まれ竹林育ち、タバコ吸うとすぐうんこ行きたくなるやつは大体友達、マカロニ伸ばしで作ったオナホ、クリームシチューを天まで飛ばそう、マスカキマセガキヤシロアキ。さて次回は中澤床女プロになる、マッスル北村のゴマプリン、我が家のアイドルエンズイちゃんの3本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。